Round 3, fight!
Come on.
Thank you.
down one fight. Sonic boom, Sonic boom. Round
Sonic!
You win!
あ、こんばんは。こんばんは、山本でーす。はい、こんばんは。はい、本日2019年の12月6日、12月6日、6の日ですね。12月初の、金曜日、デートな式、式の細道ですね。今回番外編ということで、本日は番外編ということで、なんだっけ、1人2キャラ、同キャラ OK の、2先。これじゃんけんして席か先出しかみたいな感じですよね。後出しか、席か後出しかを取り合う感じ。キャラ後出しかをかぶせありで同キャラ OK ということで、さあ今日は7人ってことですね。7人の勇者が集まっております。ハクさん、ヒロポンさん、セロテープさん、エクスパーさん、金子さん、ほぼ山本ということになっておりますね。今日はそのメンバーでやっていきたいと思います。増え次第、メンバー増え次第増やしていきます。追加していきます。巻き返せる時間であれば増やしていきますと。トーナメント式でいきますか。トーナメント式一発ですね。一発、あれ合気なし、合気なし、はい、ハイパールールではありません。S 入れた32キャラから、 S を入れた32キャラから2キャラ使えますよと。さあ今、プレイヤー同士でトーナメントの位置を配信しております。あ、ごめんなさい、決定しております。少々お待ちください。はい、じゃあエクスパーさんが行って、
はい、すいません、決まりました、組み合わせ決まりました。トーナメント方式です。クレジンさん来られたので、8人きっちり8人でトーナメント、1試合目ほぼ山本金子さん、2試合目ハクさんセロテープさん、3試合目ヒロポンさんドカタさん、4試合目エクスパーさんとクレジンさんという形になりますと。まあそんなところですかね。でルーザーズもやりますね。じゃあはい、ルーザーズもやる方式となりました。
はい、ちょっと今ルーザーズのトーナメントを作ってるところなんですけど、ルール的にちょっと揉めております。少々お待ちください、少々お待ちください。エクスパできた？大体合ってんじゃね？はい、じゃあ、もう3回目なの？はい、ドカタハイ。第3回ドカタハイ、ダブルイルミの、ライフ2の、負けた方キャラがあり、キャラの申告はなしですか？キャラの申告はなし。なるほどね。まあ、俗に言うカウンターピックしたかったら、もう1回負けてからやってくださいみたいな、そんな感じね。なるほど、なるほど。まあ、ちゃんとした大会とかになってくると、事前にこう、筐体係に、使うキャラクターを申告するっていうのはありますけどね。まあ、昨今の e スポーツに流れを乗ったルールでございますね。そう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 。そうね。さあ、ワンピー側が、金子ザンギエフ。対して座るが、ほぼ山本龍。さあ、リュウザンギといえば、さあ、スクリューのないザンギエフとか存在価値があるんですか？差し合いでリュウを殺す、あまり見ないパターンですけども、まあ、差し合い力が高ければそれでも飯が食えると思いますのでね、すごいな、タッチ系、タッチ系とか。ああ、さっきの捨てちゃった。あれは、もう一つの書き方ですね。ルーザーズの書き方。ああいうやり方もありますね。なんだろう、地域と国によって書き方が変わる。さあ、スクリューがあったあったああ、大丈夫、大丈夫。さあ、これは2先でいいんですかね。2先、あ、もう1回あれで100円分払ったらもううん、いいんじゃないの。本当に上押して、上押しちゃえばテリテリン。1試合目、要は 100円分払ってっつって。まあまあ、さすがに、さすがに、さすがに本来、もともと2クレ分払ってねっていうルールだったんだよね。さあ、ダブルイルミなので、ちょっと時間かかりそうなのでね。そこだけはちょっとネックでございますが。そう、ダブルイルミって意外と時間かかるんだよね、本当に。で、しかも2先ですからね。
さあ、竜が、白道着に赤鉢巻きという懐かしい感じになっておりますが、これ、真空内部によほど不利なんじゃないですか。あー、通常技で何とかなる。あー。あー、ダブラリが出ない。この、通常技されるには、かなり、あ、大丈夫。ね、真空鎖骨等々ないんですが、大丈夫だね、等々ないんですが、はい、この金子差し合いスタイルには S 流の方が強いと思います。そうですね、地上戦勝ってますからね、地上戦だけでダメージ取ってますから、ね、そうです、差し合って、え、これ負けんのっていうタイミングで、さあ、内足が強い、うまいんだか強いんだか、うまいな、判定強、さあ、しっくり入ったからの竜巻。さあ、これはさあ、もみもみ、スクリューパイル高めから行ってみた。さあ、まだノー1ランで残ってますよ。対するこれ、ザンギ側一番狙いたいのはパイルドライバーなんですよね。パイルドライバーなんです、通常投げの、はい、受け身が取れなくてめくりがついてくるので。ああ、なるほどなるほど、はい、そう言われてみればそうですね。そうです、は今あのストマックでしたけど、あそこパイルとかだと一気に残機のいい感じの、往年の初代ストツーのような置き詰めが できるわけですね。さあ、ぐちゃぐちゃにしてきた、飛びから投げと勝利を2択だけで殺そうとしている。さあ、この組、あー、投げた。さあ、勝利と投げだけで勝った。これには金子さんも温まっているんじゃないでしょうか。いやー、もうほっかほかでしょ。さあ、なんでしょう、キャラ何かな、何かな、こちらも負けずに S 残機、あ、なわけないじゃないですか。さあ、ザンギエフで殺すと。最近ちょっとデイトナー流ザンギ流行ってますよね。なんでですかね、誰の影響なんでしょうか。トカタさん、ハクさんあたりの影響なんでしょうか。そうですね、でもトカタさんはね、はい、何かにつけて俺のベガと対戦したからです。どうですか、勝率的なもんですよ。いや、これはあのね、 X を真面目にやってる人間と、はい、片手間でやってて、しかもサブキャラ以下のベガだと、どう考えても俺の方が真面目に決まってるで。あー、そう、どう考え、そうですね、でもたまに勝つんですよ、それ。なんでって言ったら、いや、ベガ戦を積みたいからって言うけど、俺のベガなんてベガのうちに入るのかとか思いながらやってますけどね。まあ、うん、不思議だなとか思いながら。多分リュウザンギはこのゲームだとザンギ有利。そうですね、トータル的にザンギ有利じゃないかと言われております。まあ、波動に対してダブラリが引っかかったり、あとは地上戦もなんだかんだでできたりとか、そんな感じですかね。頼りの綱の真空もボタン3つ押したらなんとかなっちゃうみたいな。そうですね、ザンギが要求されるスキルはそもそも高いんですが、はい、やっぱりちゃんとやられる。うわー、さあ、削りに行ったがさあ、勝ったのは金子。次ですね、ハク対セロテープ。別に最初に筐体にニグレチャリンチャリンって入れたら、あとは全部上押しっぱなしですけど、別に申告なしで。あ、じゃあ山本さん、いや俺でいいや。山本さんに言って。さあ、セロ様、キャラは決まりましたでしょうか。さあ、リュウとホンダ。これは何読みでホンダを出したんでしょうかね。ザンギ読みかな。いや、なんでもいいですよ。いや、俺最近あのハックンはフェイロンにお熱だったから、フェイロンに対してなのかなと思ったけど、フェイロンホンダはどんな組み合わせなのか知らんので。なるほど、多分か。いいですね、そこにマイクありますから喋ってください。ありがとうございます。はい、
英語、ああ、じゃあ、じゃあ、うん。エクスパンさんに、ああ、なんだかんだで試合取っているのは、はい。Hello, everybody, watching. This is a double elimination tournament today. There's not a lot of people, so sometimes they change up the normal rules. It's not the double lap, it's not the lap system. So today, it's a double elimination. And, so the first match just finished, that was Kaneko and Hobo Yamamoto. And now it's Haku and Set of Tape. And Pyropon versus Gokata is next. And then Expert Me will fight Kurejin. And that's the lineup. So it's eight of us. And the loser's bracket will be separate. So this could take a while. Okay. Enjoy. はい、ありがとうございます。Thank you, thank you, thank you very much. なんでしょう。英語で今、エクスパーさんから説明がありました。ありがとうございます。本日のルール説明ですね。ありがとうございます。ダブルイルミネーションですよ、とトーナメント式の。と言ってる間に、はい、ハクさんの竜と、はい、ソロテフさんのホンダが、はい、ゴリゴリ削られております。はい。これはホンダ大ピー、あー、100列出してしまった。これ出すしかない。ザ、出すしかない伝説の緑色のパンツを。ゲームワン。ゲーム2だね。ゲーム2。さあ、セロテープザンギ引き続き出された感じ。これの後に出てくるのはキャミなのかな、やっぱり。どうなんでしょうね。いやいや、このまま勝つんじゃないですか、リュウで。どうでしょうね。でも、まあ、そう、ハックンね、キャミ使ってるから地上戦激弱なんですよ。いや、だって昇竜出るし。まあ、昇竜出るのは、うん。すごいしね、使用量もしっかり、あー、真空で拒否っていく。ほら。さあ、だがしかし、あー、ほらバニフラに対して、空振らせて投げをかくらせる。ちょっとスクリューまだ一回も出してないんじゃないですか、もしかして。さあ、こんな実力なんだけど、サブキャラというね。やばいんじゃないですか、ちょっと。さあ、ここは、なんとしても、これ、リュウザンギはね、ゴムだって言ってますからね。誰がですか？ザンギ使いの方。そうなんですか？俺先ほど同じ話題をセロさんに聞いて、ね、俺は有利なんですかって聞いたら、そうですねとか言ってましたけど。いや、ザンギ使いの方はみんな、ああザンギ有利って言いますよ。ザンギ有利って言います？じゃあ、有利だと思ってんだら、これ、あー、DTT！ おっと、ミスったぞ！合わせてね、あー、差し返しのスクリュー。出た、なんとか出た。バニシングならなくてよかったですね。ドキドキしましたよ、僕。さあ、もう何十年も回し続けてきたんですからね。自身が回ればレバーもぐるぐる回す。あ、噛みついていく。あっと、ちょっとこれは。だから画面端に追い込みましたよ。これは、龍河はしんどいぞ。弾いたのか、回したのか。お、弾いてない。さあ、これで1-1。弾いてないアピール。さあ、ハクさんはここで何を出していく、何を出していくんでしょうか。フェイロンなのか、キャミーなのか。キャミーなのか。え、飲まれた？いや、飲まれたらじゃあ上押しちゃっていいよ。押します。はい、じゃあクレジット補充しました。出すのかどのキャラを出すのか。タケラ使いでございますからね。さあ、出てくるのはやはりキャミーと、S も入れた32キャラ OK なんですけど、後期だけ禁止でございます。はい、まあ、さすがにと。はい、オールドも OK。オールド OK ですね。はい、あれクラシックだっけ、オールドだっけ、忘れちゃった。え、O じゃなかったかな。オリジナルだ、オールドかな。どっちも O じゃないですか。忘れた。さあ、まあそういうことで X キャラ以外も OK ということで、キャミーはやはりキャノンスパイク。やはりキャノンスパイク。これセロテフさん、ちょっと腕の見せ所じゃないですかね。腕の見せ所って言ってもフーリガンをちゃんとね、フーリガン見えるかどうか。いや、あれ見えてもね、とっさにボタン押せねえんすわ。ガードしちゃうんすよね。いや、まあ、うん、するよ。しちゃうんです。しちゃうんだよ。さあ、地上からの突然のフーリガン。ほら、そしてフーリガンからの光ったドライブスマッシュ。いやー、ハクキャミ勝利。下がったな、ハクキャミ。はい、じゃ続いてヒロボンさんとドカタさん、
試合でございますよ。おや、ルーザーズ書き換えですかな。さあ、準備ができましたら。ああ、うん、知ってます知ってます。あの、多分聞かなくても分かる、聞かなくても分かる組み合わせですかね。聞かなくても分かる。 1P 側が、ヒロポンさん。ああ、なるほどなるほど。バイソン。2P 側が、土方さん、リュウト。はい、これやってる組み合わせですよね。そう、いつもやってますね、この2人。全然やってるけど、そう、イベントじゃない日も2人でフラッと来て、あの、台貸しして1時間2時間平気でやってますからね。なるほど、好きですね、みんなスト2。好きですね。でもこのゲーム面白いですからね。最新作より面白いと思ってますから。いやいやいや、いや、ナンバリングがすぐにそれでつまらなくなっていくっていう傾向があるんですけど。大丈夫です、ワンはクソゲーですから。あれはまた別あれは別ゲーでございましょう。さあ、土方龍が書きましたが、あっ、真空食らった。安かったが、きっちり起き上がり埋めていく。そうですね、個人的に2と3がまあ、はい、最強ですね、本当に。はいはい、うんと5はうーんって感じがしますけども。さあ、いつゴチゴチいった。ゴチゴチ、露骨にゴチゴチいく、っていくね。これはいや、これはたまらない。たまらないですね、これは。で、次勝てばって一応組み…おー、昇龍出ますね。2先、まだあるよ、まだあるよ。まあ、言うて、土方さんはあれですね、あの、前の踏み…前歩きの踏み込みと、あの、対空昇龍には定評がありますからね。そうですね、前歩きガードが結構ね、使えてるんで。多分、何点があるとするんだったらば、あの、先飛びがド下手っていう。なるほど、おっと、先飛びド下手の怪しい竜巻が…コンボ安尾なんですよ。ぶっ放してしまう。あるよ。おっと、波動が刺さった。さあ、2試合目。いや、同キャラ OK ですよ。同キャラも OK ですよ。同キャラ OK ですよ。これそうっすね、2試合目とかどうしましょう。何がですか。1回目出したキャラ使わないといけないのかな。いや、別にそんなルールはないんでいいんじゃないですか。使いたいキャラ使えばいいんじゃないですか。この人だからこのキャラを使おうっていうのは全然、そうですね、いいと思いますよ。昨今の e スポーツを反映した感じでいいと思いますよ。はいはいはい。さあ、竜を出していく。じゃあ竜に対して竜を出す。五分になってしまうぞ、これだと。いや、あの、俺の方が強いんだぞっていう格付けマッチです。いや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 、逆に e スポーツ逆に50-50になって危うくなるっていう。いや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 、そこは e スポーツですよ。あの、みんな大好き、あの、竜同キャラですから。さあ、ヒロポンさんが竜で入っていく。さあ、そろそろピオルんじゃないか。いや、ピオリは免れた、日頃の行いだ。もうピオル前に死ぬか。あ、中央数、ダイヤシー。あっと、なんか生きてる。なんか出なかった。生きてる。昇竜出た、出た、出てましたよ。引きつけ、引きつけられてなくて相打ちになったから。なるほどなるほど。さあ、ヒロポン竜が一本。まあ、土方さんまだありますからね。まあ、まだあるとはいえ、多分竜を出すので。バイソンじゃないですか。いや、土方バイソンとか存在するんですかだから歩き投げがうまいぞ。チラシビはちょっと早かったか。だからこの状況、さあ、土方竜大変だぞ。竜を押す。土方さんでね、あの、ピンチになっても最近飛ばなくなったんですよね。なるほど。昔はもうぴょん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 飛んで勝手に対空してるだけでそこで死んでたんですけど、そこら辺は進歩を感じるなーっていうのがありますね。なんか、お、あるよ、全然あるよ。竜巻に空立つ。さあ、中足真空。さあ、当たれば死んでいたのでありですが、まあ、それは撃つよね。そりゃそうです。下段しかなかったぞ、今。そりゃ撃つよ。そりゃ撃つよ。いや、ドカタバイソンあるのか。まさか、ど、ないないないなかった、なかった。はい、ないです、ね。さあ、ドカタ竜。さあ、ドカタハイと言いながらドカタ選手優勝したことは一度もございません。いや、ドカタさんの進捗を確認する回ですから。あ、なるほど、なるほど。ドカタ竜の成長を確認する回。そうそう。さあ、ドカタハイもう、おお、対空はうまいんですよね、本当に。いやいや、めちゃくちゃうまいんですよね。
そうなんです。そう、だからこういうのとか。もう的確に昇竜出して、しかもしっかり、こういうところでもしっかり出してくるんでね。ちゃんと強昇竜。お、中ゴス覚えた。いや、中ゴスはもうずっと使ってる。なるほど。さあ、今度は大変なことになってる。あーっと、真空物の昇竜か。さあ、昇竜は出るんですよね、本当に。さあ、ドカダ流昇竜。昇竜出るだけでアドバンテージ。さあ、続いてクレジンさんとエクスパさん、じゃんけんお願いします。さあ。ワンピー誰が、あ、はいはい、セロさんに使うキャラクター言って。クレジンさんは多分いや、裏切りでエクスパーが。クレジンさんは多分ダルシムかな。まあ、申告聞かなくても分かりますよね、多分ね。あれ同キャラ同キャラ、ついに出した。ついに出した。しかも、しかも色取られる。ワンピー側がクレジンさん、ツーピー側がエクスパーさん。ダルダル。いやー、これ、ワンチャン2人とも竜ダルがありますからね。そうですね。いや、クレジンさんは多分ダルシム1本だと思うんですけど、俺は個人的にあれでエクスパさんどっかでダルシムとか、たまにキャビーとか使ってるとこも見るんで。いや、クレジンさんね、竜練習してるってこの前言ってました。あ、そうなんですか。見たことはないですけど。見たことはない。さあ、でも、いや、配線したな、あるな。一瞬でピューラされて画面端で鳥籠でございますけど。ちなみに、なんだろうな、青っぽいでいいのかな。いいのかな。そうですね、青というか、グレーというか。グレーというか、青というか。が、クレジンさん。灰色とか、そんな感じですかね。若干、モノクロチックな方が、クレジンさんですね。で、オレンジ色の方が、エクスパさんとなっております。ドリルから、しゃがみパンチ。エクスパさんが、まず1本。エクスパダルありますからね。いや、エクスパ、もともとだって、ダルシムで東西戦とか出てたじゃないですか。その、だいぶ昔ですけど、ね。有名な方ですからね、結構、ね。そうですね。なんか、結構勝ち上がって、その翌週見たら竜に変わってたみたいな。そうそう。記憶がありますけどね。そのままダルシムを、楽しかったんだけどな。ファイヤーのかわしがうまいぞ。じゃあ、自分もダルシムを使いますからね。やっぱりちょっとクレジンさんよりも、やってる感はある。忘れてるとこもあると思うが。いや、結構使っ、持ち合いとかで使ってる時見るの。さあ、インフェルの、さあ、頭の中でしっかり待つ。おっと、ドリル。これまずいぞ。クレジさん、2キャラ目どうしましょう。自由ですけど。といっても、ダルシムにかぶせるキャラっていうのは結構限られてます。まあ、あれですね、バルログ。バルログ、チュンリー。他にいます？豪気ぐらいですね。豪気か。これはもう、そうするともうダルダルでまた行くしかない。ベガとかどうなんですかね。ベガは、かぶせになるのか。お互いはめられたらおしまいみたいな。だから、はめて倒そうみたいな、そんな感じで。かぶせにはなんないんじゃないかな。かめ、なんか、た、なんか、こう、ワンチャンにかけるみたいな。さあ、だから攻めているのはやはり、エクスパー。色は変わらずですね。おっと、超下段ドリル。あれは下段ガードなんですよね。ドリル下段とかって、どこぞのギルティーゲームみたいですね、本当に。すごいっすね。ジャンプからの下段ドリル。下段が飛んでくる。まったく。さあ、昔のゲームって感じがしますね。まったく反応できない。言い方があるよ。あそこで中段のジャンプ攻撃をガードされた、もしくは当たったとしても、ダルシムのジャンプがふんわりだから、ワンチャン暗い確定あったりするんじゃないですか。いや、ドリルの、鋭角なやつは結構。さあ。ドリルの鋭角なやつって言っても、ドリルはあれ、もともと上段でしたよね。もともとドリルって上段ですよね。そうです、そうです。上段ですけど。上段か下段でしたら、別にボッシャがしててじゃいいんじゃないですかね。下段食らっちゃうから、いや、だからボッシャがしてりゃいいんじゃないですか。上段と下段になったらボッシャがしてて、で、中段当たるにしてもあんなふんわりジャンプから最速中段なんてあるのって話なんですけど、それだったらギリギリでホニャララとかになっちゃうの。どうなんだろう。で、いや、でも多分 あの軌道とかだったらその前にピョーンって飛んでたら落とされますよね。さあ、テレポが、あとテレポだが後ろに出てしまった。エクスパーダルシム2勝。
さあさあ、じゃあウィナーズからやってま、いきます。いや、どちらでも大丈夫なんですけど、ウィナーズを決めないと、ルーザーズが決まんないんで、ウィナーズからやっていきましょうか。じゃあ、金子さんとハクさん。はい、金子ハク。金子ハク。金子ハク。これ、1試合目に使ったキャラに縛られるんですか？縛られないですか？大丈夫？全く縛られない。さあ、そこで縛られると何も楽しくないのでね。はい、好きなキャラ好きなように使ってくださいと。はい、そういうことですね。時間がない。お、エクスパー時間がない。時間がない、まあそらそうだ。ドカタエクスパー先でいこう。ドカタエクスパー。そう、だからダブルイリミのトーナメントやるんだったらもっと早い時間に始めないとまずいんですよね。もうほんと9時ジャストとかそんなレベルでもう全部決まってますとかなったらできたかもしれませんが。そうですね、エクスパーさん時間がちょっとなかったですね。そう、ここだからあのルーザーズ作んなかったらいけたかもしれないですけど。そうですね。もしくは一先。あ、エクスパーさんはあと50円っす。そう、そりゃそうだ。はいはいはい、そうですね。さあ、だからステージ、あー、開幕飛びが蘇っていたんだが、土方康夫が降臨してしまった。さあ、土方康夫、そう、残機ステージ意外と早い。いや、残機ステージはトップクラスの速さですからね。さあ、勝利出るんですよね。早くてもステージ早くても出るんですよね、本当にこれ。ナイス飛び、しかし高かった。飛びが高かったですね。高尾だった。そう、安岡高尾か。いや、飛びは高尾で、コンボは安岡なんですよ。あー、シンク、ナイスシンク。エクスパーも思わず拍手してる。ドヤ顔竜巻までまだ出してる。さあ、開幕またしても飛び、うわ、ファイヤー当たって半分奪っていく。対空からの、通常対空からの中ゴス、あれしゃがんじゃいますよね。さあ、今ガード間に合ってるってことは勝利間に合ったのかな。多分そうです。ただ竜の勝利は下げられる可能性ギリギリあったりするので、間に合っても間に合ってもガード間に合う時はあったりするんで、ね、そうなんですよ。だからあんまりその辺の判断すごく難しいですよね。うわーほー、今竜巻出しなかったらドンピシャだったんですがね。いやー、ちょっとね、取り越したら逃げたかったんでしょうね。さあ、2ラウンド目はエクスパーさん。さあ、3ラウンド目、なんだかんだに実力が近づいてきましたね、ドバタリュウ。そろそろあるんじゃないですかね。お、中央早かった。さあ、いい飛び。さあ、2段しっかり高さ見てましたね。そうですね。あっと見逃したが、これは昇龍拳。さあ、シンクが埋めていった。あ、エクスパー、あー、昇龍出てたから今銃だった。あれ、ダイだったら抜けれるんですか。いや、弱だったら抜けれます。あ、弱なら抜けれるんですか。あそこでシンクちなみに打ったらどうなんですか。え、シンク同士、シンク同士、シンク抜けた時やったら勝ちますね。今なんかワンチャンシンクの無敵でシンク抜けてシンクが当たりそうだったんですよ。真空は、はい、お互い同時出し合うと両方食らうか両方消すか。いや、だから同時出すっていうか重なってるところでその後リバーサーで出すわけですから。そうそうそう、リバーサーで出すと後出しが勝つっていう。このゲームって暗転中弾進むんですか。進みます。進むんだったら抜けるじゃないですか。はい、はい、いや、だから後出しの方が絶対に勝ちます。真空同士な、今真空出してたらエクスパー勝つだなって。そうそうそう、こういうことです、ね、ああ、そうそうそう。さあ、どうする。いやいや、そこはあんま関係ないからまあいいよ。謎の弱ファン連だから波動がさね、タイミング取ってるんじゃないですかね。結構ありますよ、ボタンでこうフレーム消費してとかっていうのは。測ってた可能性はありますね。ストフォーとか多いですよ、あのコパンから前飛びして、はいはい、はい、なんかドンピシャで重なるみたいな。なんとなくやってる時もありますけど、なんとなくやってる時もありますし、結構それであのどんなステージでもいけるみたいな。いやー、ちょっといい飛びだったが空達で通り越してしまう。いい飛びを竜巻で台無しにするのもね、土方さんなんですよね。ちょっとこれ教えないとダメですね。空達、あー、あ、運が良すぎるぞ、この男。中腰から台足、中足、踏み込みがやはり鋭い。いや、ここちょっと見えないところなんですよね、実は足技が。後ろの、ま、手前のフェンスが邪魔ってやつですよ。そうなんですよ。手前のフェンスはなんか謎の紙袋か看板がよくわからんけど、あ、看板か。看板ですね。看板のせいで何も見えないと。昔のゲームですね、本当に。ダメなんですよ、完全に重なってますからね。見えない中足が襲ってくる。
さあ今のご時世だったら要は対処案件だ。ああ、だからこれはガードできた。日頃の行い。いやでもそう、なんかよく聞く話だったら弾の数を数えましょうみたいなこと言われます。いや結局2分の1なんで。なるほど。日頃の行いっていうことになってます。じゃ数えたら2分の1を引き出せるんじゃないかなと思いましたけど。いやいや、数えてもっていうところですね。なるほどね。いやこちらの進化当たらうわ数えるぐらいだったらバンバン打った方がいいっすよ。それもまたちょっと違うんじゃないですかね。さあ時間がエクスパーさんが勝っている。さあこれで1-1かな。1-1。3バトル3。さあ竜同士でやっていく。はい、さあ橋追い込んだな土方竜だが、さあここまで来るとやはりこれアニオの上手さが出てきますからね。アニオの上手さと、さあ竜巻投げから中ボス真空。いやー、飛びは許さない。そうっすね。大逆転でございますね。さあだからまたしても画面端追い込んではいくが、エクスパースタイルが自ら画面端に行くという。そうそうそう、だから噛み合っちゃってるんですよね。噛み合っているっていうか、いやだから追い込んでると思わせといて実は誘ってるんですよエクスパーが。それ味方を変えたらあの土方さんの鳥かご力が低いってことじゃないですか。そうなんですそうなんです。いろんな見方をするといろんな意見が出てくるっていうのはね。あー飛んでるけど見えたが、あーやっちゃった。これやっちゃった。お疲れ様。エクスパー勝利。時間がない。エクスパー時間がない。さあ続いて金子さんとアクさん。いや土方さん鳥かごが下手すぎね。いやあの踏み込みすぎなんよ。さあキャミーと誰だ。あ、DJ 兼 DJ じゃないですか。兼 DJ でした、すいません。さあキャラはこれどうなんでしょうね。どうなんでしょう。お互いね。そう、あの先ほどは竜でガシガシ勝っていた。で金子さんは一応メインガイルということなんで、まあ、竜と剣似てるけどちょっとうーんみたいな、こうなんだろう。竜と剣ね、両方使える人ってすごいと思いますよ。そうですか。やってること同じじゃないですか。いやでもね、あのマイナーチェンジ版なんでお互い微妙に違うんですよ。やることは結局同じじゃないですかね。波動打って飛んだら勝利やってる。そうなんですけど、だからそれ片方でそれやるんだったらいいんですけど、両立させるのって相当難しいと思うんですよね。お互いの動きがちょっとずつ違うんで。慣れじゃないですかね。カップ器用ですし。そうなんです。だから暇さえあれば一人やってますからね、この人。あー、やりますね。そう、なんかね、あ、毎日使うキャラが違うの、この人。日替わり。日替わり、本当に定食のように。なるほど。毎日使うキャラが変わる。毎日食べても飽きない。そう、それでいて、こう、2、3くらい毎日、ま、なんか来るためにやってるんですけど。はいはい。全部キャラが違うんですよ。竜の次に使ってるのが、あの、なんだろうな、なんて言ったんですか、フェイロンだったりとか、ザンギ使ったりとかもあるし、なんかその時々の気分と、モチベと、面白そうだなっていうので、こう、毎日キャラが変わるんですよ。やばいぞ、金子 DJ が結構攻めている。こうなってくると、ケンツラさん、前飛び。さあ、さあ、バトル2は、エクスパーさん時間もダメか。タイムアップ30分まで。まだいく30分まで。じゃあ大丈夫だ、決勝いけるな。まあ、頑張れば。はい、おベガか。ベガ、ベガ DJ ベガってベガ側だいぶきつくなせん、きつかった気がするんですが。そうですね、ベガ側がきついっていう話はよく聞きますね。逆にこれはあれ、金子 DJ が慣れてないように。そうそう、読みです。かつその次出てくるのがこれだろうみたいなところからこれを選んだ可能性がありますね。これ勝ったと次のことまで考えてのキャラ選択ですね。そうですね。さあでも
そうですね。まあそれもあると思いますけど、他に DJ 相手にこうかぶせれそうなキャラクターってパックの手持ちにいたかな。あー投げている。投げる。ガイルにかぶせれるキャラってそんないないんですよ。ガイルにかぶせれるキャラは結構いると思いますけど。うん、ブランカぐらい。ダルシムでもいいし。ダルシムがいた、忘れてました。そう、さあめくってピヨって見えるわけないよね、あれ本当に。今の表なんすかね、どっちなのか分かんないですよね。なんかキャラのいる位置よりも高さでこう変わったりとかもするので。そうですね。いやいや、中心軸、キャラの中心軸は分かんないからな。その22ドットっていうのも、あの22ドットをホニャララっていうのはなんとなく分かるんですけど、キャラの中心軸っていうのはキャラごとにやっぱ違う。ワンチャン入っている、持っていった。そう、キャラの中心軸がどこなのかによって変わるんですよね。ベガとかなんか後ろのイメージありますけど、ただベガガードのモーションで中心軸がずれるとかだったらこう分かりづらかったりとかする可能性ありますけど。ああ、竜を選択、金子さん竜を選択。これはこれでまたね、ベガがめんどくさいと。ああ、そう、あれがね、危ない、あれがね、マジモンで見えないんですよ、本当に。そして頼りの綱のね、こうさ、見えるわけねえと。いやー、これは予想外だったんじゃないですかね、たくさんのベガも。あー、それ込みでやった可能性もあるんですけどね。あー、潜在地獄のチャンスを逃した。ここから地獄の2択、ガードスター、すごいぞ。1回ガードするだけでもすごいっていうね。あー、これは美味しいぞ。さあ、踏んづけて、めくりですね。あれもあれで見えねえからな。さあ、お互い見えない、見えないで人戦ってる組み合わせですね、これ。あー、これは踏んづけて出すが終わり、踏んづけておしまい。あれは確定ですか。なるほど、出ても相打ち、相打ち以上必ず取れると。出さないと削られる。さあ、これはうわ、ピヨったか。さあ、やっちゃった。まだあるぞ。さあ、こっからでも竜ならワンチャンあるんですよね。一回壊したらワンチャンがある。その一回壊すのが来た。よっ、めぐりにならない。なるほど、そこら辺の知識はありませんが。さあ、どうなる。この状況踏んづけて逃げて、さあ、画面端からダブルに突っ込んでいった。じゃあ、決勝がハクさんとエクスパーさん。はい、じゃんけんお願いします。さあ、ハクエクスパー、あ、お金もいい、お金大丈夫、お金大丈夫、お金大丈夫、全員分払っていただきましたのでありがとうございますと。はい、決まりました。間違えました。なんだって。間違えました。よくねえよ、よくねえよ。よくねえよ。やたら流暢な日本語でしたね、今。めっちゃ流暢でしたよ。白山儀、白山、いやかっこいいな。白山の残儀と漢字書くたら白い山ですかね。白山儀、なん漢字で書いたら白い山に技って書くんですかね。そうですね。白いパンツがないのがちょっと惜しいですね、本当に。残儀って白カラーはないんですよね、基本的に。真っ白はないですね、グレーはあるんですけど。しかし、意外とエクスパーさんも残儀戦がやってますからね、さすがに。ダブラリが当たっている。そうなんですよね、あれがあるから竜巻いらないですよね、実はね、竜側は。それはまた違うんじゃないですか、それ読みでこうダブラリを二択で振ってくれるようになるんじゃないですか。いやいや、普通にチョップで落ちちゃうんで。でもチョップ打ったら勝利当たるじゃないですか。いやいや、竜巻の下チョップで落とせて、そこからアントビーいけるんですよ、残業。いや、だからそれを待ってたら、やったら竜側が別の防御手段が取れるようになるじゃないですか。って話です。まあまあ、裏タグはありますけどね。そう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 。あ、白山儀強えぞ。さあ、白山儀倒して、もう一度行くのか、エクスパーさん。
ダルシム出した。今日バンバン出ますね。今日はダルシムなんですかね。エクスパーダル出ますね。エクスパーキャミーも実はあるんですよ。あるんですけど、その後出てくるかぶせが怖いんじゃないですかね、さすがに。まあそうですね、考えたと思います。後先考えちゃうタイプですね。じゃあ、あの2先で1回負けたら次出てくるキャラも読んで有利キャラかぶせるとかって結構ありますからね。いやいやいや、もう持ってるカードで一番強いのを出せばいいですよ。あのルールになってくると、あのその次まで考えてとかあったりしますからね。あ、だからそうすると厳しいですもんね。そうなんですよ。ダルシムだったらキャラパワーが高いから対応力も上がって勝ちやすいとかそういうのもありますからね。ただキャミーはちょっとまずいんですよね。ただフェイロンとか出てくるのかな。あー、でもひたすらやってましたからね、小物道でありましたから。うまいぞ、空対空もちゃんと出る。これ残撃きそうですけども、やっぱりきついんですか。近づかないと話にならないザンギと、はい、超人的な間合いで話にかかってくるダルシムですからね。まあ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 、みんなが予想する組み合わせはそうですけど、さあこうやって意外とダルシム側もミスれないっていうのはあったりするのでね。次の試合で勝った方が優勝です。フェイロン、フェイロン選択。ここまで読んでたか、エクスパーダルシムは。どうなんですかね、読んでたというか考慮。フェイロンダルシムはでもどうなんですかね。ただこっからさ、レッグの返し方をエクスパーが知ってるのか。おっと、支援打ってったが、ガードしている、しっかり気がついたら耐える。うわー、投げる、投げ、あれはかくってるかな。投げ角な気がしますね。ちょっと高い位置だった、ちょっと高かった気もしますからね。そうでもないから、わかんないですよね。ダルシムもフェロもわかんないんで。そう、あっと、バカになった。しっかり投げ返していく。しっかりタッチガードできているぞ。しかしさあこれは入った、寄っている。真剣か、よっと、真剣でない、真剣じゃない。でもさ、さあ、ウィナーズ優勝はハク、おめでとうございます。さあ優勝、ウィナーズ、ルーザーズ、エクスパーさんが、エクスパーさんがシードのとこいるから、いやだから全部終わらせないとエクスパーさん試合できない。そうっすね、時間的に厳しいっすね。はいはい、山本さんとセロさんですね。そう、何、どなんされましたか。さあキャラは聞いた模様でございますね。さあ誰を選ぶんでしょうか。ワンピューカーサルか、ほぼ山本、ツーピューカーサルか、セロテープ。さあ出るのか、出ない。今出なかった、ひょっとしてアイグーって言わなかった。じゃあアイグーって言わなかった。さあ、 Sキャラ同士の戦い。さあお互い技の判定と火力は爆上がりしておりますが、弾の打ち合いどうなんですかね。これやっぱりまだエスタガなんでしょうかね。さあ真空がない分面倒くさそうだが、飛びが間に合ってます。取っていくはセロテープ S サガット。スランド2、開幕勝利スカットに投げていく。さあ、エスキャラですからね、受け身はないですよ。さあクーデック取っていくのは竜川、ダイヤシャードからアイグアイグ、タイガーショット、タイガーショット、タイガーショット。シンクもないですからね、中ゴスもダイゴスもないですからね。
その代わり勝利の性能が良くなって火力もちょっとだけ上がる感じですかね。あと相手もエスケラなんで投げの受け身が取れ、あといいのが当たっていくが、さあ真空ないので逆転厳しそうだが、どうなっていくんでしょうか。ちょっとずつ体力追いついてきてるぞ。昇竜拳出る。さあ1-1で迎えてラウンド3。さあアパカいいヘリ、これだけで3割ぐらい奪ってるぞ。タイガーショットは飛んでいると。さあタイガーショットに飛び合わせていく、飛びの合わせ方が非常にうまいぞ。さあ飛ぼうとしたところに波動拳使って鳥かご昇竜大好きかくらない。波動拳からタイガーショットアパカット、ライグライグ波動拳。さあ分かんなくなってまいりました。あーっとバックジャンプ大キックが強い。よくねえよよくねえ。自分で決めたルールは守ってください。本当に新しすぎでしょ本当に。さあどのキャラを出すか、チュンリーまあですよねっていう感じですけど、さあチュンリーエスタが、さあチュンリーエスタがどうなんでしょうね。さあ気候拳一発打ってタイガーショットが2発来ると、さあ飛びは大パンツで落としていく。さあ飛び、さあ速い移動で、さあチューンサマーから中足だが、チュンリーの投げが補正なしで受け身なしで当たるので、これはこれでエッサガ側も油断もできないぞ。一回飛び通しちゃったら結構めんどくさい読み替えが減りすぎでしょ今打撃一発ですよ本当に。さあ本当に強キックって感じですねさあキック後継に対して飛び、さあ飛んだらアパが落としていく。スピニングバードキックはダイヤスヨシオキからのタイガーショット、タイガーショット、タイガーショットと、さあまるでレーザービームのようだといった感じですねさあまずはチュンサマーから攻撃を重ねて上から、さあ踏んづけて踏んづけて、さあ投げて画面中央、さあヒッコは危なかったが、さあ踏み込み大足、さあアパカを警戒しながらテンションを潰せられる、潰せるか、投げてまだ生きてるアパカ。さあもう何もガードできないぞ。最後はしゃがみショーキック。さあチュンリーに対して誰を出すのか、ザンギャーの最ホーク、みんなチラキラ使ってますね。これぞ e スポーツって感じがしますけど、そう格ゲーの要は大会とかはどんな振り切られても自分の信じた1キャラで頑張るっていうのが美徳とされておりますが、これは別にカムセイ大好きですからね。さあまたしても S キャラなのでチュンリーの投げが怖いところでございますよ。さあ、エクスパーさん、お時間が来てしまったということで。ルーザーズ決勝はあれです。ルーザーズ同士で戦って、そのまま決定って感じですかね。まあ、チュンリーですから。それはチュンリーだ。とりあえず、すごいな。ワンボタンでスクリューファイルドライバーが出るってすごいよね。ここまでいたら、本当に。どういう調整のもとあの投げのダメージをスクリューファイルドライバーにしたとか僕は25年前に戻って韓国の開発者に問い出したいですよ本当にそう必死に1回でぐるぐる回して真上で離されるスクリューファイルドライバーとワンボタンで出して前もそんなに離れないチュンリーってどうなってんねんって話ですけどさあそんなことに勝ったのは勝ったのセロテープ。さあ次ヒロポンさんとクレジンさん、ヒロポンさん、クレジンさん、エクスパーさん、やっぱタイムアップですか。
タイムアップですね。はい、惜しい人をなくしました。その言い方は良くないな。あれはい、セルデフさんにキャラをお願いします。さあ、意外と盛り上がっております。謎のルール意外と盛り上がっておりますが、だいぶ時間を食っております。はい、バイソンダルシム、バイソンダルシム、クレジンさんがダルシムですよね。まあ、でしょうね。逆だったら僕大爆笑ですけど、ヒロポンさんがお互い間違っちゃってるとかね。バイソン、それはそれで見てみたいもん感じますけどね。これね、意外とね、クレジンさんね、バイソン戦やってんすよ。それは結構期待持てますけど、画面上はとても大変なことになっておりますが。いや、ただね、このね、やっぱダメージ差がね、一発のダメージ差が重たい。バイソン、それは、はい、それは多分どのキャラにも言えることだと思いますが、ただここまで、要はあれですよね、このぐらいの距離のファイヤーがやっぱり強かった記憶はあるんですけど、そうだから結構そこまでショートレンジをどうしのぐかなんですよね、結局ね。ロングレンジはこうやってファイヤーモードが安定していくんで、あーうわーっとクレイジーか、まずいぞこれ。動いてしまった。いや、繋がっている。そうですね、中足中パンは繋がるんですよ。あれやばいですね。芋掘りから中パン繋がるって結構ダメだと思うんですけど、まあその後うまくいけばね。そうですよね、もうワンモアセットですからね。そうそう。あ、いや、つなげるか、逆につながなくてもノンキャンでクレイジーが入るんですよ、あれ。なんだって。ノンキャンクレイジーなんですよ、中キックは。マジか。マジっす。さあ、ゴチゴチ。ゴチゴチ。さあ、飛びが噛み合って、ヘッドから、これは、さあ、クレイジー飛んでいる。ヨガファイヤーが間に合って、ヨガフレーム。動かない。あーっと、ヘッド。ヘッド3回。ボクサーなのに続きで倒すっていうね。そうですね、まあ、蹴り技がないだけまだボクサーなのかなって感じがしますけど、こう言ってたらスト5で蹴り技が追加されまして。なるほど。そうなんですよ。ボクサーの風上にも置けねえやつだなみたいな感じになっておりますね。キックボクサー、キックボクサー、あーっとクレイジーかくった。しかも死んでる。さあ、勝ったな、ヒロポンさん勝利でございます。ヒロポンさん、そのまま連戦いきます。いや、その上にもう一個あるので、先そっち行きます。それはそっち行きますね。セロテープドカタ行きます。セロテープドカタ、じゃあ先にセロテープドカタ。さあ、おっとっとっと、あ、大丈夫ですね。大丈夫じゃないけど大丈夫ですね。え、さあ、いや、ドカタさん竜でしょ。キャラ聞きます。ドカタさん竜でしょ。あ、剣ですね、わかりました。いや、それはね、山本さんに文句言って。いや、だから、うん、申告してんだと、そのキャラ、そう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 。さあ、早くしないと。さあ、今、アイガって言った？ちょっと確認しましょう。あ、言ってます、言ってますね。申告してないんで、X でももう、ね、そうですね。自分の作ったルールで足元を救われる。下がった方が出れば OK みたいな。さあ、剣を使ってみたところ、出てきたのは最強の玉キャラ。しかし、最強の昇竜拳がね、あるんで、大丈夫です。最強じゃねえ。昇竜で弾幕は何にもできないじゃないですか。あれ上に飛ぶだけじゃないですか。ドラゴンダンス、ドラゴンダンス。さあ、でも頑張って踏み込んではいるが、いやー、これ山本のリアクションでバレたとは思えないですけどね。いや、どう考えてもバレますよ。バレてる？バレてますよ。キャラ聞く人間がノーリアクションでいかなきゃダメですよ。マジっすか。マジですよ。いや、それでいいんですよ。エッサガは詐欺飛びはできないよ。詐欺飛びないですよ、お互いに。詐欺飛びお互いできないですからね。お互いない。あれは結構反応良かったんですけどね。まあ、ダッシュとかハイパーよりはマシですよね、エッサがね。そうなんですか。ダッシュとかハイパーは今のガードできないです。いや、いいんだけど、剣のコンボはね、ああいうところで結構いろいろあったりするので、要練習ですね。これはしょうがない。
さあ2キャラ目ドカタさん2キャラ目はマジですよ。バトル2はだいぶマジですよ。いやこれ竜だと結構ね思い知らされるんですよこの組み合わせ。竜は、ま、シンクあるから頑張ってシンク貯めればいけるそうなイメージはあるんですよ。いけないですよね、なかなか。フルヒットするのが大変なんですよ。いや、じゃあ、真空があるからタイガーショットを打ちづらいっていうのをちらつかせる。要は、梅タイガーをそれだけで封印できるんで。まあ。ってことは、竜巻抜けから前、なんか、近づけれるチャンスが増えるんじゃないですかね。いや、多分あの前で真空打ってもね、安いんですよね。これは分からなくなってまいりました。いやこれがエッサがガードしちゃった。さあどうなるんだどうなるんだ。まだ2ドットぐらいありますよ。間に合った。今間に合った。今のは間に合ってますね。完全に間に合ったとこ落としてしまった。これはなんかその後出てくるセルフテープさんのキャラクター筆頭がザンギーなんですけど。いやいやそんなことないです。バルログいますから。バルログリーフはね、慣れてないとめんどくさいと思うんですけどね。バルログは。意外とひょうひょういけないんですよ。いや、無敵技持ってたりとか。で、なぜか知らないけど、ドカタさん俺とやってるせいでバルログ戦知ってるんですよ。なるほど。なるほど、バルログ戦知っちゃってる。バルログだったら、多分逆に勝てると思うんですよ。じゃあもうガイルしかないですね。ザンギーじゃないですか、普通に。だってドカタさん2キャラ目ですからね。これから負けたらもう、かぶせ放題ですから。いや、いけんじゃないかな。さあ、こうなってくると龍河は攻めなきゃいけないんですが、リスクがかなり。うわー、まあまあそうだよね、そうだよね。唯一の勝ち筋があそこで弱小龍を放すとかなんですけどね。まあそりゃそうだ。これ置き攻めも今集中つながってもよかったかな。あ、全体ヒット。あ、全食らってる。さあ、あとは弾に当たらないようにもう一発シンクを作りたいが、なんかあった、当たってしまった。しているさあさあさあ誰が来るか。まあホンダじゃないのは確実ですね。そうそう、ね、さあやっぱりザンギ、やっぱりザンギ。いやどう考えてもホンダはぶつけないでしょ本当に。さあホンダは今日一回かぶせようとかっこよくかぶせようとして失敗してるからちょっと選びづらいんじゃないですかね。なるほど。いやその成果が出てるぞ。でも実際出てるぞ今。いやいや波動拳ちょっとね考えたいところ。あんまり打ちすぎは。さあ位置入れ替えての、さあフォアダギア被弾してダブラリが出ないぞ。中足をダブラリ、うわー走った走った。ゴニャッとゴニャッと多少これあれは食らう。ガードしちゃいましたね。開幕ファイヤー通してここ初めからしゃがんでいたぞ今。高尾当てがだいぶバレてましたね今。うーわー、さあセロテープザンギ勝利。あれだな本当に。ヒロポンさんと金子さんかですね。いやでも実際あれですよ、 あそこのこうフライングパワーボムから一気に流れが変わってきました。さあキャラを申告をしていただいて、多分ねもうこれもうこれあれなんですよ、あれがこれでそれでもう決まってるんですよ。これはちょっとわかんないかな。ヒロモンさんがベガなのかバイソンなのかリュウなのか。いやバイソン行くんじゃないですか。で金子さんがチュンリー、チュンリー、おっとここでまさかのチュンリー出してきた。あーでもそチュンリーだったらどのなんかよく見るキャラクター全部に行けますね。ベガもバイソンもやりやすい。そうなんですよね。だからまあチュンリーは安牌っちゃ安牌ですね。まさかすぎるキャラが出てきたらめんどくさかったかもしれないですけど、
逆にリュウとかだったら結構面倒くさかった可能性はあるんですけど、さあなんだかんだランク取ってるのはヒロポンバイソン、よかったですね今のできるよパンチ、あれしゃがんじゃダメなんですよね。さあ百裂脚が本当にね、あれこのゲームは百裂キックでしたっけ。はい、チュンリーの百裂ってこのゲーあのスト2だったら百裂キックでしたっけ。百でいいんですよね。100でいいの。100、あークレイジーにはひっくり返しの戦略。おっと後出し、完全後出し、あのタイミングはさすがに完全に一発目伸びきった後からですね。さあここは的確に対強で落としながら100レスト気候圏で家を作りながらってことがいいですかね。さあ受け身がないぞ、きつそうだめちゃくちゃきつそうだ。さあこの位置100レストは上から殴ってはいくが狙い投げ、戦列削り削りかな今のは。投げ当たれば美味しいぐらいな感じで、ヘッドをね、ちゃんとね、外してるんですよ前を。さあ、ヒロポン誰を出す、同キャラ OK なんですが、さすがにチュンリー相手にバイソンもう一回は結構やり込まないときつい。そうですね、ベガもきついですね。そうやり込んでもきついそうするとリュウかなって感じですよね。さあ、そういう時はね、決めてからスタートボタンを押すっていう戦術もありですよ。龍か、あ、下がっと。下がっと。え、今キャラ間違えたんじゃないですか。キャラ間違えた。大丈夫、大丈夫。そういう時はちゃんと言って、本当に。なんとなくで始めちゃって、いや、やっぱりエスラにしますとか言ったら怒るよ、俺、本当に。間違えたとか言いながら1ラウンド取られる前に言えばいいんですよいや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 それはそれはね、怒られますよ本当に。間違えたワンチャン大会出禁になりますよそれ e スポーツ精神に反するみたいな。でもなんだかんだでダメージ取ってるぞこのサガット。おーっと、おいしい。アパーカー出る、アパーカー出る。あれもしかしてこれ正解だったんじゃないですかこれ。可能性はありますけど、その後出てくるのがどのキャラになるかといった形ですが、いや龍が出てくるんじゃないかなと思いますけどね普通に。さあだあーっと食らってる、繋がってないぞしかもこれはあるんじゃないか、金子残機あるんじゃないか金子残機はない。大丈夫ですか、大丈夫ですか。なんか場外がザンギエフを選択しているが、あ、でもエースじゃなかったらいけるのか、そんなことないのか。なるほど、なるほどね。ザンギが離されちゃいますよね、どう頑張っても。キャラ的に勝負だったら全然いけそうな気がしますけどね。さあ足主体対やってることはバイソンあーあー危ね、今のはお互いに危ない。なるほど、なるほどね。逆にサガット側は頑張ってこう球打ちをしっかりやらなきゃいけないみたいな。ああなるほどね。おっとチョップで落としていく。あ、先端まさかの金子ザンギ勝利。セロテープさんと金子さんやっとく。あ、ちなみにこれ勝てば優勝でございますルーザーズの優勝でございますので、そしたら今度ハクさんが待ってるで、ハクさん、あれこれハクさんってライフ 4? ひょっとして。いや今日は2です。今日はで、要は勝っても負けても 2? そう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 、いや、要はいや、だから危機4回できるってことでしょ。ですよね。だから、そういうことを。さあ、はいはい、キャラ。はい、はい。ああ、じゃあ、聞きます。いや、ゴーキはあかんって言われてたけど。
いやあのね、多分この二人はね、こういうことをやりすぎてね、あの、要は、いろんなところでいろんなキャラで対戦していったから、これ読みのこれがに対してこれかぶせの、っていう、こう、裏の裏ぐらいまで読み合ってる可能性がありますのでね。早くしないと閉店しちゃうよ。青パンと、DJ。いや、どうかね。いや、斜めをガチャガチャやってれば出ます、あ、出ましたね。この組み合わせ五分ですからね。どう考えても五分はないかな。いい勝負はできそうですよね。はいはいはい。カワシムさんだったら、うん。できますけど。玉打ちはどう考えても S 坂なので、それに対して DJ 側が玉のさばきをどうするかっていうのがとても重要な気がしますけど、あの、地上戦だけで封殺されてますから、意外とね、S 坂手の先が当たらないんですけど、いや、今、もろに食らってました。地上戦が輝いておりましたけど、さあ踏んづけてしまうが地上くらいで何とかなった形、S 坂の頭上にもね、地上戦が輝いているというね。そうお、いいぞ今のはいいぞ、怪しい。こうなってくると S 坂といえども結構面倒さそうだが、これはやばいでしょう。タイガーショット打ちづらい。これやばい。あー死んでいる。やばいぞ。さあ誰を出すんだ。 DJ 相手だったらセロさんの持ちキャラだったら誰になるんだろう。ガラシム使ってる。いやーでもザンギでいきますかね。ザンギ出していく。さあ知らないザン農業、なんかそんなことは聞いたことあるけど、なんだろう、農業ハメみたいなのがあって、それをやると DJ 側がだいぶ抜けるのが難しいみたいなことは聞いたことあるけど、そうですね、完璧にやるとなんですけどね。それは もちろんあれですよね、バーサ。あ、なるほど。なるほどね。でも、立ち回りで封殺しますね。そうそう。あ、はい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 。なるほどね。はい。はい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 。いや、あんまセロデブさん使わないっすよ。農業ハメ。さあ、正面から堂々といった。さあ、2キャラ目バトル3、竜出した。うお、男竜。さあ竜なんだ、ガイルじゃないんだ、すげえな、男ですね。足が上手いとなんかザンギ戦上手く上手いイメージありますよ。あの弾じゃないから結局ね、そう、ザンギ戦の竜って、はい、ファイヤーなんですよ。ファイヤーなんですかと俺は思ってますよ。なるほど。足払いの延長としてファイヤーを打てないと、なるほど、ダメなんですよ。さあ、どうなるんだ、どうなるんだ、どうなるんだ。いった、これですよ、これ出ない。これこれですね。なるほど。足払いと同じ効力なんですよ、ファイヤーが。さあこっから、さあ画面端だぞ。あー遠かった。お、なんだ。さあ立ち台キックで対空、これ安定しますね、結構。なるほど。うわー、かっこよかったんだけど、大野にはなれない。これね、台足埋め込むのね、結構危ないんですよ。カスガード、だから画面端大変なことになっております。大変だから、あー、ファイヤー、いったー。まさかの金子に勝利。勝利。じゃあ金子、ハク対決。そうですね、金子さんとハクさんですね。ハクさんは4回負けれます。
さあ金子か。金子さん2先で1回負けたら終わり。はい。パクさんは1回2先で負けてももう1試合。はい。じゃあ決まったらあの席ついておいてくださいね。こちらが合図しますのでね、向こう側も見ております。今、ハックまだちょ、考えておりますので。さあ、これ2回戦で当たった組み合わせですかね。その時は、ハックさんが勝っております。はい、決まりました。決まりました。ザンギ DJ。さっきもあったぞ、この組み合わせ。さあ、人が変われば、やり方も変わる。ちなみにそれ消えにくいやつを頑張って消すのすごく大変なので、ね、すいません、もうそこに置いておくのやめましょう。ね、水星だったら大丈夫、油星って書かれてたらあかん。さあ、ザンギ DJ、 ザンギ厳しいですよね、やっぱね。面白いんだこれは。立ち回りは多分 DJ だと思うんですけど、個人的にはですね。ほう、ただあのワンちゃんが他のあれに比べて高い感じがするので。なるほど、通常は…なるほど、あ、投げ前の方が広いと。スクリュー前の方が広いんだ。なるほど、 DJ の前より。なるほどね。いや、それ以外の主要牽制は全部その手前からスッて吸えちゃうと。なるほどね、つまり頑張って近づけていくんですけど。さあ、ジャック。さあ、ハクさんはそのスラだけど、そのスラが一番強いんですよね。あと3回負けれるぞ、まだ3回負けたら負けなんで、あと2回は負けれる。いや、3、うん、これで、金子さんが勝ったらリセットですね。いや、一旦リセットなんですね。通称リセットですね。そういうことね、連続ではなく、はいはい、そういうことね。そうそうそう、2回できると。そう、これと e スポーツってやつですね。なるほど、はいはいはい、そういうことですね。まあ、ルール上そうなりますね。よく動画とかで見るやつはもう関係ねえよって感じでこう、うん、そう、リマッチ入ってますけど、たまに見ますね、あのキャラクター変わるの。さあ、ハクさん、竜で入っていったが、これ竜 DJ も難しいんですよね、実は。竜 DJ どうなんですかね。いや、竜有利なんですよ、多分。全くできないですけど。さあ、中足向いていったが、さあめくり、落とせなかったですね。今のはね、落とせないんですよ、多分。何か出てましたけど、さあ、飛び竜巻出てました。なるほど、うん、これね、落とせないから、ああなっちゃまずいんですよ。まずいと。その前にどうにかしないといけないんですよ、竜は。さあ、ここは弱いきましたね。ジャックそばで切っていって、いや、これまずい。おっ、ナイス竜巻。しかしこれがここでリセット、ここでリセットでございます。一旦リセットしましょうか。じゃあキャラ申告から。これが最終決戦でございますね。筐体は変わらず、さっきキャラクターもし、あ、決まった。じゃあ、決まったようなので、スタートボタン押して始めてください。なるほど。フェイロンとザンケン。じゃんけんが成立してる。噛み合いませんね、両者、本当に。さあ、これ、さあ、まずレックに対してどうするのかから、こう、対戦中、少ないラウンド、少ない。ところから、さあ、ここはパイルドライバー、あ、受け身投げ。さあ、パイルドライバー通常投げ。今度は受け身があるぞ。さあ、3ヒットからレックー、あーっと全部繋がっている。レックの返し方は本当にそうなんですよね。もうそれだけで死にますからね、本当に。とりあえずしゃがみガードしたらまずいぞってことぐらいしか分かんないですからね。まあ、そこは、あー、空中で拾われている。さあ、出し切って何もない。さあ、どうすんだこれガードして着地吸えるんすかね。さあ、どうなんですか。コパンがレンガとかだったら吸えないですからね、もちろん。
レンガですよね。じゃあ吸えない、割れないから。ああ三段しっかり。きっちり三段できる。ワンチャンスあるぞ。さあ高みたいパンチが強い。さあここはスクリューパリドライバー。おっとスクリュー、空からのスクリュー。さあレックからコパンレック。レック弱パンレック厳しいですね。さあ割れないが、ここは投げこすりでなんとかしていく。あれダブラリダメなんすかね、2発目に。どうなんでしょうね。出なかったやつ、今出たら勝ってますよ。ダブラリからさあ、さあどうなるんだ。いやー、台足つながった気がする。レック、コパンから劣化圏埋め込んでいく。あ、台足台足きた。 逆リーチ。さあ、ここでハク誰を出すか。もうキャミーしかないんじゃないですかこれ。いや、キャミー出したらその後のキャラかぶせ放題ですからね、本当に。あ、ベガできましたね。ベガ来た。さあ、これは、うん、ハク君本人も多分いけると思ってた可能性が高いですからね。結構考えてからベガを選んだ感じがしますので、多分その次のキャラも考えてのベガだと思いますが、そう、ガイルは想定なんですけど、最近こうメキメキと上達しているリュウというキャラクターが、ガイルになんとかなるキャラに対して全部リュウがいけちゃったりするので。そうですね、両方に生きるのってなかなかダルシムぐらいじゃないですかね。僕ダルシムバイソンぐらいな感じがしますけど、バイソンもそんな楽じゃないはずですよ、ガイル。さあダメに、どうなんですかね。ドバーの火力で面倒さそうな感じがする。あのガイル側の神経のすり減りぐらいが半端ないですよ。まあそうなんですよね、リスクリターンがあんま噛み合わないんで。そう、あとめくれないから、あのこかされてもっていうのを昔聞いたことありますね。さあめくりから、さあ空対空がうまいぞ。さあここはうまく逃げる。ヘッドプレスで何も押さない逃げ。で、あれはデビルリバースですね。あれ今デビルリバースでしょ。あれは多分デビルリバースだと思います。お、押さないから全く分かんない。いや、あのヘッドプレスは絶対相手の軸に飛んでいくんで。あ、ヘッドプレスは出した時点で出るのか。そうそう、絶対相手のところに飛んでいくので、あそこは多分デビリバだと思います。あー、やってしまった。これはあー、さぎれてなー。いやー、ナイトメア。なんだこのキャラ。さあ誰を出すのか、誰を出すのか。 DJ、 結局一度もガイルを使わず。ノーガイルですね。さあさっき負けてしまったが、リベンジの機会がまさかの決勝で行われると。最終戦ですね。誰が予想したんでやりましょうか。投げ返して浮世がないぞ。さあ画面端、そして投げて画面端から、あれ確定がないっぽいですね。さあこれだいぶきつうことなんですけど、知ってるぞこのバックジャンプ、ジャックパンチを出しているってこと。さあこの2ヒットでも結構痛い。ベガの2ヒットはだいぶ痛いですからね。さあナイトメアから、動かされて画面端、飛びからサイコ。おっとサイコ、あーよく見ているが、投げているのは DJ。 ジャック読み、いやあそこはね、あのジャックとかいろいろ見ちゃうからな。どう考えても、さあ前歩きで透かして、さあここはジャンプコパンで詐欺飛びしてから、上から投げは受け身、さあ飛びから投げているのは上が受け身がないぞ。ここはから切っていく、投げ落として、ベガね、投げ前広いですからね。打席、これは分かんないぞ。踏んづけて、さあ分かんない。おー、裏が当たる。飛んだ、まさかの。勝ったのは金子、優勝は金子です。おめでとうございます。おめでとうございます。ガイル抜きで優勝ですね、まさかの。さあ優勝した金子さん、マイクに向かって一言どうぞ。お願いします。おめでとうございます。ありがとうございます。楽しかったです。ガイル抜きで優勝おめでとうございました。はい。ありがとうございます。いやー、メキメキと。ありがとうございます。というところで、今日の四季の細道はここまでなんです。あー、ごめんなさい。ドカタ杯ですね。四季の細道じゃなかった。今日の主役はドカタでした。ドカタさんのドカタ杯でした。いやいや、
散る時間がどうかというのじゃないですか、これは。いかに輝くかですから。はい、はい。というわけで、なんだっけ、フォックスの、募集が始まっております、エントリーが。プレイヤー。お疲れ様です。お疲れ様です。あと、明日あれですね、はい、南浦和で、はい、あのモミハイっていう、モミハイ、モミオさんが、主催するらしい。なるほどなるほど、ストマックモミオさんが。明日から始まって毎月第1土曜日かなにやるみたいな話で。第1土曜日、モミハイ。フリップと結構欲張りなんですよ。なんすか、初心者大会とかいろいろやるっぽいんですけど。そんなのが、ストツーのイベントですよね、まあ、当然ね。ストツーだけでなんか1000円のフリップと大会といろいろついてくるみたいな。なるほどなるほど。で、夕方行くとなんか400円くらいだったかな、なんかそういう感じの。超お得ですね。そうっす。まあなんかね、新しく、多分っていうか千葉の方の拠点がなくなっちゃったりした関係もあると思うんですけど、まあ、南浦さんのご協力で。そうですね。クワンさんですね。なので、まあなんか新しいのがまた始まるっぽいので、はい。行ける人は行ったりするといいんじゃないでしょうか。はい。ぜひぜひご参加ください。あとあれですね、フォックスのエントリー始まってます。そうですね、4人集めて、ぼちぼちチームもエントリーしてますからね。そうですね、僕ちょっと注目してるのが、はい、ヘイの地下から来ましたみたいなチーム。あー、過去組んだ方々なんですよね。いや、ヘイチームですね。あ、違うんですか。はい、千葉県チームはそれはそれで熱いんですけど、はい、あれギリさんとかいるところですよね。あそこも熱いんですけど、あ、純粋にヘイ勢で、ヘイ勢、現役ヘイ勢の方々がチームを組んだりとかもあって、そんなのがあるんですね、はい、ちょっとね、気になるところですよね、はい、僕も今日見てもらって分かると思うんですけど、エッサがいっぱい練習したんで、はい、はい、チームで四天王いないよってとこあったらば、まあ、声かかります。え、声かかります。分かんないです。でもだから、あと、エスホークも使うよ。そうですね、そうですね、エスホークだとな、あるんじゃないですか。でしょ。いやいや、でしょって言われても、はい、僕は分かりませんけど、あるんじゃないでしょうか。あるかな、こんな感じで。いやー、そうですね、まあ確かにエッサガよりはエスホークの方が、まあ、四天王よりは気が強いかな、ね、枯渇してますからね、はい、資源が。さあ、そういうところでね、皆さんね、ちょっと特殊なチーム構成なんで、4人集めて。雑談してればなんかヤバい人が来てますね。お、やばい人来てるんで。あの人もしかして、はい、あの人ですよね。もしかしたら配信台でちょっとヤバい人が見られるかもしれない。そうですね。こんな感じでヤバい勢ですね。はい、まあまあ今日はもうこんな感じですかね。はい、というところでございました。はい、ありがとうございました。年内残り少ないですけど。そうですね。あ、また全然野菜がここらしいですよ。そうっすよね、はい、そんなのもあるから。ただ言ってるだけで結局なんとなくいつものルールみたいなことやると思うんですけど。あー、最終日28日まではやりますよね。あー、27か。どうなんすかね、ちょっと我々の予定とか。あ、でも、そうですね、全然野菜って言ってるから全然野菜が27か、ね、だからそうっすね、29が本戦ですよね、ホックス。まあぶっちゃけ我々もね、はい、金曜ライブ来てるけど、本当に年の瀬だと本当に来れるかどうか分かんない。そうですね、まあ、ちょっとお店任せになっちゃう可能性もなくはないですね。27金曜日で、最終日ですね、最終平日、ね、なるほど、厳しいですね。まだお仕事収まってない人なんかもいたりするかもしれないし。はいはいはい、というところで、ね、まあ、我々ね、無理はしないっていうスタンスが。そうですね、はい、まあ気楽にやっていこうぜっていうね、はい、でまあ、目標をもとに。むしろ普段と違って全然野菜だったらば、はい、なんかそのボックス側のスタッフとかがなんとかしてくれるかもしれない。そうですね、ワンチャンね、ワンチャン、ワンチャン不在でもなんとかなるかなみたいな。大輝さんもいるし。そうですね、はい、で思いつつ、こんな感じですかね。はい、はい、じゃあ、まあ、残り4、ありがとうございます。13、20、27、3週ね、はい、今年はね、あと3回やります。またね、来週以降もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。はい、失礼します。
Oh, oh, oh.